阪神9300系電車。阪神9300系電車。阪神9300系電車は、阪神電気鉄道が所有する優等列車用の通勤系電車。2001年3月10日に実施されたダイヤ改正において、直通特急が増発されたことに伴う、所要本数増への対応、及び赤道車と呼ばれる。 急行系車両中最も車齢の高い3000系の代替として2002年にかけて6両編成3本18両が向こう側車両工業において製造された。急行系車両では9000系に続く VVVF インバータ制御車であるとともに阪神最初の大型車で当初は2、扉クロスシート車として登場した3011系以来47年ぶりの3。 扉セミクロスシート車両で先に登場した5500系と同様、従来の急行系車両と大きく印象を変えた塗装で登場した。1998年2月15日のダイヤ改正で運行を開始した直通特急は、梅田駅から阪神本線、阪神神神戸高速線、山陽電気鉄道本線の3線。 合計 91.8km を走破して、山陽姫路駅に至る、私鉄の優等列車としては、比較的長距離を走る列車である。直通特急の運行開始に際し、3、扉セミクロスシート車の5000系、5030系を投入した山陽電鉄とは否、な、阪神では、3、扉ロングシート車の8000系、9000系を充当したが、 転換クロスシート装備の後期タイプを中心に乗り入れ、対象者とした三洋5 0 0 0 5 0 3 0系とのサービス格差は、ラッシュ時はともかく、デイタイムにおいては、歴然としていた。このように、ロングシートの両系列は、同じ直通特急で運用される車両の中で格差があるだけでなく、競合する西日本旅客鉄道、JR 西日本の新快速、快速の主力車両である3、 扉オール転換クロスシートの二百二十一系や二百二十三系に比べると見劣りしていた。このように長距離を走る最優等列車であるにもかかわらずロングシート車を投入したのは阪神本線内の朝ラッシュ時の輸送に配慮したことと三千十一系収益後輸送需要の増加に対応できずに何度も編成外を繰り返し、ついには全面を期間通構造から 貫通構造に改造の上ロングシートにしたことから、クロスシート車の導入について慎重になっていた子などの経緯がある。しかし、直中特急運転開始後、懸念されていた3陽5 0 0 0系列のクロスシート車による輸送上の混乱はなく、逆に利用者に対して短期間のうちにクロスシートサービスが定着していったことから、阪神においても2001年3月のダイヤ改正で、 直通特急が倍増されることに伴って必要となる図備車ではこれらの動向を鑑みてクロスシート車を導入することを決め同時に製造以来40年近く経過して老朽化が進行していた3000系を置き換えることとした本系列は外観では8000系タイプ4や5500系性能面や搭載機器では9000系をベースとしており前面のデザインや塗色 座席こそ大きく変わったが、1980年代後半以降に、確立された、阪神の車両スタイルを継承している。編成は8000.9000系と同じ制御車、電動車。電動車の3両ユニットを、背中合わせに2組連結した6両固定編成で、車両番号の奇数が大阪型、偶数が神戸型に組成される構成も同じである。車体は、 阪神、淡路大震災で被災廃車された車両の補充分を緊急に製造する必要からステンレス車体を採用した9000系とは異なり本系列では再び普通構成の車体に戻ったが屋根や飛ぶクロブ、床下部といった雨水による腐食が発生しやすい部分は5500系同様ステンレス製である窓配置は8000系タイプ4以降共通の先頭車 D1D3D3D2、中間車 2D3D3D2、D、乗務員扉、D、客用扉で、間柱を細くして、マ窓風に、ブラック仕上げとした、客室側窓といった点は、変わりないが、客用扉の幅が、クロスシート部のシートピッチ、座席の前後間隔確保のため、従来の半身標準の 1400mm から、 他社の両開き扉車と同じ線3 0 0 m m となった。車両前面のデザインは、全面ガラスの取り付けを、ボンディング工法と呼ばれる接着によるものにすることや、前照灯を打ち破式に変更することでフラットで、スッキリとしたイメージを出したほか、左右に大きな交代角を取り、裾部を斜めにカットすることで、従来車のイメージを残しつつ、スピード感を持たせたものになった。 屋根上には集約分散式冷房装置を各社に2機搭載した、歩9401系の大阪型に、下枠交差式のパンタグラフを1機搭載し、同型式の神戸型には、パンタグラフ設置準備工事がなされている。また、連結機は9000系や5500系と同様に、両戦闘車の前面は、バンドン式密着連結機、9401系。 奇数車の神戸法と偶数車の大阪法は、回り古式密着連結機、その他の部分は、半永久連結機を採用。9500系偶数車には、非常時に、山陽電鉄の車両と連結するためのアダプタが、搭載された。9300系の登場以降は、阪神南波線を介した近畿日本鉄道、奈良線との相互乗り入れ計画が具体化したことから、本系列は、 バンドン式密着連結器を装着した最後の新車両となった。このほか、車両間には5500系二次車以降本格的に採用された転落防止ホルを設置している。内装は3011系以来となるセミクロスシートを中間車4両の扉間座席に採用し、出入り口側には固定クロスシートを、中間部には転換クロスシートを設置した。 両先頭車2両は、梅田、三宮、元町、高速神戸、新海地、山陽姫路といった阪神本線とその乗り入れ先である神戸高速鉄道東西線及び、山陽電鉄本線の主要駅の階段及び、改札口が両先頭車に最も位置にあることから、混雑を考慮して、ロングシートとなった。座席の表地には、複雑ながらを表現できるジャガード式のモケットを、 採用、一般席は金茶色、優先席はグレー基調となった。また、クロスシートの採用に伴い、座席幅と通路幅を確保するため、9000系に比べると、側壁の厚さが 15mm 薄くなっている。車内案内表示器は、5500系、9000系で採用した LED 式路線図を採用電鉄線内にも拡大。 直通特急停車駅のみ追加して点滅するように改良し、山側2カ所、浜側1カ所の客用扉上部に配置したほか、5500系、9000系と同様に扉開閉予告ブザーを設置した。運転台は5500系、9000系と同じデスクタイプであるが、ブレーキハンドルには初めて横軸式が採用された。乗務員室と客室との仕切り窓の車高膜は、 全自動昇降式となり、8000系リニューアル車、9000系近鉄乗り入れ対応改造車、1000系にも継承された。台車は9000系と同一の一本リンク式、ボルスタレス台車であるが、空気バネの形状や左右動、段波取り付け位置が異なることから、神経式の SS-144B、電動車用 SS-044B、制御車用となった。 主電動機は9000系と同一の東洋、電気製造製 TDK-6146A130kW を搭載するが、制御装置は、阪神では初めてイベット阻止による、VVVF インバータ制御装置である、東芝製 SVF047A0 を採用し、9401型に搭載している。また、補助電源装置の静止系インバータは149馬の、 i ンベイ0 9 4 l o を空気圧縮機は C-2000ML を9301型に搭載している。塗色は、急行系は赤色系という阪神電車の色の伝統を引き継ぎながら従来の赤道車とは異なり5500系の塗装に対応させた上部、プレストオレンジ、下部、シルキーベージュのツートンカラーとされた。 プレスト、プレストとはイタリア語の演奏記号極めて早く演奏せよの意味だが、この上部、プレストオレンジ下部、シルキー・イジュのツートンカラーに床下機器の黒の取り合わせが、読売ジャイアンツのチームカラーに類似していたことから、タイガースの親会社の電車が読売巨人軍をイメージさせるカラーリングというのは、いかがなものかと物議を醸し、2001年開催の株主総会でも、 問題となったほか、川島慶三の著書にも取り上げられた。このように話題を呼んだカラーリングであったが、その後の8000系リニューアル社でも採用された。その後も2017年と2018年の2年連続で、阪急阪神ホールディングス株主総会にて、この図書区についての質問が株主から提されており、会社側は過去にも同じような意見はあったとした上で、 直リニューアルの時には検討したいと回答している。その後、新造された線形及び、近鉄のリ入れ対応改造された旧線形では、ブラック処理された前面に、やや黄色に近いオレンジの、ビバーチェオレンジというカラーリングとなり、阪神タイガースの球団機に近い色合いとなった。9501回は2001年3月6日に、竣工し、 同年3月10日のダイヤ改正では正面をおよび、側面にステッカーを貼り付け、梅田駅十字発の姫事業直通特急から営業運転を開始、3000系3105回3106回を廃車にするとともに、直通特急から準急まで、阪神本線、山陽電鉄本線で急行系車両を使用する列車で幅広く運用されるようになった。 翌2002年2月には9503回が進行。これに伴い3107回3108回が大体廃車された。続いて、同年9月24日には9505回が進行したが、メーカーの向川車両工業が同月末をもって解散したことから、同社において新造された最後の車両となった。この時、 車両受給の関係で3111回3112回が予備車として翌年3月まで残ったが2003年3月16日付で廃車され3000系は消滅したこの時点で本系列の製造目的の一つである3000系の廃車代替新造が達成されたこと及び近鉄奈良線との相互直通運転が具体化したことから9300系の製造は この3本で終わりし、その後は8000系のリニューアル改造や、近鉄奈良線直通用の線系の新造に移行した。本系列は、近鉄奈良線への乗り入れ運用への使用予定は、なかったことから、直通対応は実施されていないが2009年3月20日からの、近鉄奈良線との相互直通運転に際し、他形式車両と同様に従来のバンドン式。 密着連結器から周り古式密着連結器への乾燥を開始した。これはすでに半身しかバンドン式を使用しておらず、1974年以降は製造自体が中止され、廃車発生品の使い回しを何度も繰り返していたが、ついには部品不足となっていたことにもよる。2007年7月下旬には3編成すべての連結器の交換が終了した。 目立たないところでは連結器の取り付け高さを若干高くしたことから正面下部に切り欠きができている。デビュー当初は中間車のクロスシート部には吊り革がなかった扉上部のみ設置が2013年時点ではクロスシート部にも吊り革が追設されている。2013年には9401の終電装置がシングルアーム式に交換され8月3日に 営業運転を開始した。その後2014年に9400にもシングルアーム式に交換。2015年に9505回及び9503回がシングルアーム式交換され、下枠交差式パンタグラフ装備編成は消滅した。2013年秋頃から、車内案内表示機からランプ点灯式の路線図を撤去して、LED スクロール式案内表示機のみとする。 改造が行われ、現在全編成撤去が終了している。2014年には、姫路寄り先頭車1号車3側に、上り大潮駅ではこの扉は開きませんのステッカーが貼られた。2017年4月1日現在、6両編成3本18両が在籍している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。